あとは待つだけだ。あとは待つだけだ。バカを言うな。それでことが収まる。責任は私が取る。出なければ。何を揉めている？メリア様、お帰りなさいませ。何か問題でも？いえ、大したこと。実は、そう。おい、勝手に。きちんとご報告するべきだ。どういうことだ？先日、同胞のアグヌス兵と小競り、アイゼルが応対したのですが。不手際などない。だが攻撃する必要。傷つけたのか？威嚇のつもりでした。打ち倒そうとしたのだな。いえ、命の日時計もない。日時計があるから戦いが起きるのではない。それが分かったから、そなた。事情はさておき、恨みを買ったのであれば、このままでご懸念の通り。申し訳。かくなる上は、必ずや、彼らの目的。ならん。命を落とすなど、簡単に言う。同胞を失うの。メリア様。言ったであろう。この件は、アグヌスの重心。そなたは少し当たる。他に滞っている仕事はあるか？二つほど支援要請。コロニーない？はい、先般の。もう一つはモニカさんから。ウロボロスの末裔。これまで随分と苦労。でもやっとこうして本物の女王と。きっとみんな喜ぶと。そうだな、会って話せるという。あそこか。いってて、グーム長。俺に癒しの力を求めるだ。手を貸そう。すまない、助かる。これでいいだろう。そなた動けるか？はい。メリア女王。民の窮地に駆けつけずして
遅れてすまなかったな、ゼオン。ねえ、あれ女王様じゃない？マジ？本物？持ち場に戻るんだ。失礼いたしました。オリジンの攻撃により負傷者の治療と現地の戦は少々。さっき何か大きな音がしたんだ。また分かった。あとは引き受けよう。ユニ、そちらはどうだ？怪我の重いやつは治療した。あとは戻ってからでも問題ね。マジか。俺しばらくこのまま。そんだけ元気なら大丈夫。すいらぬ心配だったな。調査隊の人数は3人だ。瞳に落石の場所を送った。了解。あのもし兄と調査隊の女兵士を見つけ借りたものはちゃんと返せ。返しに来るまでずっと待ってるからって。必ず伝えよう。みんな大変。女王様こそどうか。仲間のこと名前確かに覚えてよ。調査隊のレウニスか。急ぐぞ。名前確かに覚えたよ。そこに。ああ、そのまま動くな。すぐにそので。怪我の方もよく耐えてくれたな。ありがとうございます。なあ、もしかし。そうですけど。よかった。救護借りたものを返して。おそらく。ただ随分と不安そうにしていた。きっと来るとですね。一家から気が弱いところがあるんです。そうか。幼得がたい仲間というか、互いをよく理解し仲間を大切にする。はい、ありがとうございます。今の誰かを思い浮かべてた。だとしてもメリアはずっと。おそらく関係が変わったみたいだ。よっと。足が挟まってる。アーツを使うのは危険だな。俺たちの出番だな。うん。これでもう心配に。もう少しだけここで待ってて。関係が変わったみたいだ。しっかりするんだ。2回目の落石が。分かっている。ここを動くでないぞ。了解。よし。気を抜くのはまだ早い。えぐられた斜面の勾配依然として。また落石に巻き込まれ。速やかにここを離れ。コロニー9。動きでわかる。女王様が戻ってきた。お帰りなさい。落石のあった場所を見てきたが、近日中に斜面に残った石の除去さ。そなたたちにも力を貸す。もちろんです。こんな。でもこんな思いをしたおかげで私嬉しいんです。見放す。俺たちが女王様にお会いできるのは
どんなに困ってもきっと。確かにそうだな。今後は改善を約束しよう。不安を解消する手立てとして、ん？これからの軍務長はコロニーの者たちで、死亡や鋼鉄以外の自由でも、俺は今軍務長を退いた。どうして軍務長を辞したいという？俺は執政官に指名を受けた理由など、しかし新たな生き方、便利な兵士だなんて言うなよ。一生懸命やってきたじゃないか。俺なりにずっと考えていたんだ。皆に望まれ杖を異を唱えるわけではないが、立場はあくまで器に何を満たすかはそなた。俺が人を形作るのは今の思いを忘れなければ。メリア様に。もちろんだ。そなたは自分のどんな未来を描くにせよ。もう一度。そうだな。あんな風に話せるのはならメリアが悩んだ。いや、そもそも。どうした？なんでもない。そろそろ次の場所へ向かおうか。聞いたよ。でも皆さんも私の護衛をしてくれていてな、いろいろと助けてもらっている。そんなのみんなで助け合ってるですもん。そうだな、みんなでだ。そうだったのですね。事情はだいたい聞いています。ここへ来たのは彼らの話をするためですね。その言い方、ただのアグヌス兵では。メリア女王陛下にも協力を依頼し、端的に言えば、より正確に言えば、彼らはもはや未来への不信から何も信じられないから。そんなのって、今のアグヌスとケベスには全てのものが。今は感情的な反発に感化できない波。そこへ来て今回の騒動、最悪の事態も想定。最悪って？女王の命だって狙う。おもう、そんなのダメですもん。それも理由の一つではあるが、おそらく彼らは生き方や考え方を変えるという。やはりここは女王として私が。いや、そなたとことを構えたとあっては、ニア殿にはむしろ彼らを迎え入れる用意をお願いし。あなたという人は。それでそいつらは今どこ？第六浮遊岩礁に身を潜めている。マジかよ、キャッスル。同胞のアグヌス兵に混じって接近したんだ。警戒の緩んだこの状況を利用。ええ、近頃は戦力を増強している。案ずるな、皆もいてくれることだし。慣れなくてもいいのですよ。経験は人を強くしますが、たとえじゃ雰囲気が変わった。心得ている。ありがとうニア殿。頼んだよ、みんな。関係が変わったみたいだ。気をつけて登ろう。
そなたもな、ダンツ。アグヌスの、マジでこんなとこに。ニア殿の言っていた通り、良いか、今回の向こうが仕掛けてきた。一気に制圧する。前から思ってたけどよ、それなりに場数は踏んでいるぞ。え、女王様の女王だからこそ、そう珍しい話ではないのだ。ごめん、気にせずともよい。未熟な己を受け入れること。そしてメリアにそこまで言わせるって未熟であった私に、その人たちの思いを。メリアはこんなに、どれほど時を経ようと、だからこそ絶望が。ここは任せよ。我が名はメリア・エンシェント。そなたたちと話しに来た。話だと？殺す。そなたが首謀者か。貴様に名乗るんだ。俺の信じてた世界は消える。それが正しい。これまで何人の仲間が死んだと思う。そいつらに言えると。冷静さを失って。でもあんたが壊したんだ。アグヌスの女王と組んで命を砕き生きたい。だから、あなた。そうだよ、言いたいことはそれだ。動くなと言って。メリア、そちらこそどう。なぜ攻撃をためらう。黙れ。そなたたちは困惑しながらも生きようとしているのだ。黙れ。
ちを。何？知ってんだよ。あん、それってもう人じゃないだろ。人だよ。傷つけば痛みを感じるし。ミオ。だからこうしてあなたの話を聞いてるの。あなたを知りたいから。な、長く生きられるやつの。長く生きてたって、あなたと何、みんな同じ命なんだよ。もうよい、そなたの思い確か。あんたもしかしてケベスの士官にも同じ。メリアが人じゃないって。ああ、そうだよ。あんまり起きな人でなしはあん。じゃあどうすればよかった。この本当に正しいことを教えて。教えてやることはできぬ。誰かに与えられた正しさでは何も測れぬと聞いた。誰かを憎まねば生きられぬというのなら。だがいずれは一等大切。そなたと仲間たちが。そんなもの。そうでもないぞ。そなたは生きている。大丈夫か。言ったはずだぞ。あ、それに何もできず見守るしかない方が。メリオ、皆の悲しみ。さあ次の場所へ向かうとしよメリア様。忙しい時にすまない。邪魔をしてしまった。とんでもない。みんなあなたに会える日を。こうしてまみえる日を。は長く苦労をかけてしまったな。すべてこの日。無駄なことは何一つ。今メビウスとの決戦を前に、何しろ世界の命運をかけた戦いです。平常心を失っている者もいます。無理もない。どれほど崇高な理念を掲げようと、目指す未来と失う。だよな。生きて帰れるって保証な。ささやかで構いません。承知した。うまくできるかは分からぬが、シティの案内は任せてくれ。そうしてもらえると良い機会だ。ぜひそうしてください。セントル大通りはどうかな。ああ、いる。中には女王を熱狂的。しつこいようなら剥がしてやってくれ。ん、分かった、そうするよ。コロニーともキャッスルとも違う。ここにも暗い。あたしも最初びっくりした。見たことない人とか初めて。その時のユーニを見た。やだよ、恥ずかしい。メリアはあまり。驚きよりここにはかつて触れた技術や。あんた、いかにも。わ、やはり一目見てわしにはすぐは。やっ、じいじい。心配せずとも、わしは。なあ、みんな。そうとも。まさかお目にかかれるなんて。お腹空いてないかい。うちの名物料理を。そんなもんよりもっとお見せすべ。もう一回言ってみな。に
はい、幼い剣女王様、びっくり。なんだこの日、多めに見てやってよ。真の女王の奪還は私たちの本懐だけど、多くはそのはずだったのに、今こんなの興奮。みんな今日まで本変わることのない人の営みを。そんなの当たり前ですよ。大事。おお、この命ある限り何十年でも戦い抜く。こっちには女王様やウロボロスたちだっているんだ。力を合わせてメビウスをと。もう心配なさそうだ。ああすげえな、こっちは10年生き抜くのもやっとだ。俺たちからそりゃあんたらのがすごいよ。ん、時間が限られてるから。いや、それより40年も50年も戦うってのがちょっと遠く感じ。ユーニ、あ、そういや語り部のじいさん。語り部？シティの生き字引って言われてる。とにかく好奇心旺盛でさ。結構な年だからな。なんとその御仁はどちらに。マジか。そりゃ喜ぶだろうが。私が会ってみた。わかった、メリア。語り部じいちゃんなら多分あそこお気に。シティの生き字引か。が弾みそうだ。はっはっ。なんじゃ騒がし、また誰ぞ死んだかの。そうではないのだが。ほう、メリアちゃん。バカな、死んだのはわしか。だとしたらここはどこ。シティのミディア展望台だって。驚かせてすまない、見識の深い御仁がいると聞き。なるほど、ってそんな夢のような話があるか。おい、そこのウロボロス。わかった。気を確かに持つのだ。ランツ、加減はしたって。とにかく、そうか、そう、なんたる幸運。あんたが殴れっつったんだろ。長生きはしてみるもんじゃの。メリして何がき。気になってたんだ、最初に会ってすぐ。当然じゃ。
真の女王についての記述もある。この積み木、じゃあメリアの、もちろんじゃ。メリアちゃんはピカッ、なぜそのようなことを知っている。虹色タガメが大の苦手という記述が残っておってな。今は絶滅しておるが、推察するに体内で生成した分。よせ、解説するな。思い出す、他にもまだまだあるぞ。やめろっての。むしろ、その仲間との別れとかしんどいことも、それってじゃが生きるとはなんとかならないのか。どうしたんだユーニ。知っときたいんだよ。私の知らない時間をいっぱいかかる。私は置いてかけど、そばにいたいんだユーニ。悪い、うまく言えね。たとえ愛しても寂しくても、大好きな人が大事、その誇らしさ。私はノアやミオ、そんな風に思って。ほー、メモ。それに多分ずっと忘れないよ。俺もそう思う。だから特別いつものユーニでいてよ。もうな、急に恥ずかしくなっ。誰もそなたを遠くにいると思うなら。メリア、そういうことじゃ。なんであんたが。しメリアちゃん、虫か。私でよければ。おい、これで心置きなく死ぬ。はあ、こんなんで博識とか絶対嘘。人生とは無常な旅路じゃ。その道を全てに価値を与えるもの、それはな、愛じゃ。おじいさん、お前さんはすでにも。それモニカも前に言ってたんだよな。愛ほど覚えておくよ。さて、名残をまたお会いしよう。これで全て回ったな。キャッスルに戻ろうか。使えるものがあればよかった。心は定まった。やはり私の取るべき道は。メリア、あとは待つだけだ。メリア様、お帰りなさいませ。留守の間問題はなかったか。はい。頭は冷えたようだな。気がついたのです。いかに忠義を尽くそうと、メリア様のお顔を曇らせてしまっては意味がないと。そなたはこうと決めると思い詰めすぎる。が、改善いたします。期待しているぞ。いかがでしたか、世界の様子は。いつの時代も人は変わらぬな。どんな因果の流れにあろうとも、
抗う尊さを捨て去ることは愚かだと、そう実感させられた。かつてのように。またあの寂しそうな顔。今という時間はかつての仲間たちが命を賭してつないだ未来だ。その未来を守れるのなら、私は喜んでこの世界の礎となろう。そんなの嫌だ。私はメリアを大事にしたい。ユーに？今回俺も改めて気づいた。メリアは女王としていつもみんなのことを考えてるけど、じゃあ誰がメリアを大事にするんだ。そんな風にしてもらっても嬉しくないよ。私たちの中にメリアがいなきゃ嬉しくない。メリアが私たちを思ってくれるように、私たちもメリアを大事にしたいんだ。そなたたち。メリアはこの世界に必要な人だ。でも世界のために生まれてきたわけじゃない。それはそうだが、そうなのだが、俺でよければいくらでも力を貸すよ。あなたが女王だからじゃない。この世界で生きている同じ仲間だから。一緒に生きよう俺たちと。メリア、その役目僕らにも手伝わせてくれないか。私たちならどんな苦難も乗り越えられるわ。ああ、そうだな。私はどれほどの時を生きても皆から教えられることは多い。この手にできぬものもあれど、それが全てではないのだと気づかされる。見失いそうになるたび、何度も何度でも、私は本当に過保護者だ。やっぱこうでなくちゃな。メリア、ありがとう。ずっと俺たちを諦めないでいてくれて。諦めたりするものか。互いに使命を果たそう。そして未来を。ああ、一緒に掴もう。関係が変わったみたいな。